さあ、エタコの時間がやってまいりました。本日、313回目の今日の表現はですね、インプルーメント。さあ、皆さん、意味はどうでしょう？改善。ということで、よろしかったと思います。さあ、問題はですね、なぜこのインプルーメントが改善という意味につながっていくのか。そのヒントは語源にあるんですね。さあ皆さん、インプルーブメントの一番左側をよくご覧になっていただきますと、IM がいますね。もちろん、この IM と言われたら、このイメージでよろしかったかと思います。Impossible。不可能ですよね。もちろん、可能、ポッシブルを否定いたしますので、否定。じゃあ皆さん、何を否定するんですかと言われたら、これでございます。プルーブを否定しているんですね。さあ皆さん、プルーブ、意味は何だったでしょう？もちろん、プルーブと言われたら、証明するということでしたね。ですから、何をとって、例にとってもいいかなという感じがするんですが、何か物事、そうですね、物事ですね、が正しいかどうか、証明できるぐらい自信があれば、改善する必要性はないかと思いますが、これが正しいんだ、間違いない、自信があるというふうに、証明ができなければ、さらにそれをプラスアルファ改善してですね、より良いものへ、変えていこうという意識が働くはずです。ですから、はっきりと自信を持って証明することができないから、人は改善を繰り返す。より良いものを作り出そう。そういうイメージですかね。そこから、インプルーブメント改善。というふうにつなげていただけるとよろしいかと思います。もちろん、プルーブ証明するも合わせてお願いいたします。で、ちなみに、インプルーメントですが、こちら公式問題集、グレーの2のテスト1パート6回答冊子52ページにも掲載されておりますので、参考なさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスコップ、こちらにつながるようですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。